ではまず最初に、しこ名、出身地、好きな食べ物を教えてください。小池和部屋の大栄翔です。出身は埼玉県です。好きな食べ物は、焼き肉です。やばい、待って、いいですか、ちょっと大丈夫ですか、合ってる、合ってる。ご自身が子供の頃はどんな子供でしたか？外で遊ぶことが好きでした。小さい頃から体は大きかったですか？いや、相撲を始めて大きくなりました。大栄翔関は手足が大きいという話を聞いたのですが、足は何センチですか？足は32センチです。埼玉県生まれ埼玉県育ちということで、埼玉県のいいところをぜひ教えてください。非常に住みやすい、平和な町だと思ってますので、いい町だと思います。埼玉県朝霞出身ということなのですが、朝霞のいいところを教えてください。朝霞市は遊ぶところがいっぱいあって、ご飯も美味しいんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。埼玉が舞台の飛んで埼玉はご覧になりましたか？あ、見ました。感想はどうですか？いや、最初はちょっと埼玉県を結構ディスる感じの映画だったので、けども最後面白く、あの感動もあったので、あの良かったと思います。埼玉県出身力士として追手風部屋として初めて優勝を果たしたことについての思いを聞かせてください。まず埼玉県として出身として、あの初優勝できたことは、あの非常に嬉しいですし、あの光栄なことなので、あの本当に自信になりましたし、あの県民の方にあの恩返しできたのかなと思います。追手風部屋でも初優勝ということで、あのこれもまた本当に非常に嬉しいことでしたので、親方はじめの部屋の皆さんと関係者の方々に恩返しできたのかなと思います。同じ場所で十両優勝に同じ部屋の剣翔関が、優勝をしましたが、幕内十両ダブル優勝として、どういう思いがありましたか？そうですね、すごい嬉しいことだったんですけど、あんまり稽古してないのに優勝したって、すごいセンスの塊なんだなと思いました。同じ埼玉県出身の北勝富士関、阿炎関など地元が近い力士との交流はありますか？そうですね、あの2人とも、あのもう小学校から知っている中で、まあ、北勝富士関はあのもう常に、まあ、一つ先輩だったので、まあ、常にもう一個の上の先輩ではもうズバズけで強かった、でも雲の上の存在だったので、今本当に、まあ、同じ位置であの対戦できることはすごい夢のようですし、嬉しいことです。阿炎関もあの本当に小さい頃から、まあ、仲良かったので、まあ、戻ってきましたし、これからもいい相撲を取ってくれてると思うんで、一緒に3人で頑張っていきたいと思います。追手風部屋は、関取が7人いるということで非常に多いと思うんですが、普段、ご飯に行ったり遊びに行ったりプライベートでよく一緒にいる関取は誰でしょうか？そうですね、まあ、基本本当7人仲いいので、まあ、みんなと出かけますけども、まあ、中でも剣翔関とよく出かけます。地元のデニーズ朝霞 駅前店によく通っていたそうですが、どのメニューが好きですか？そうですね、本当に日本一美味しいデニーズなんですけども、まあ、一番自分が好きだったのはオニオングラタンスープが好きでした。映画やドラマ、漫画などを見て泣いたりするタイプですか？本当に感動することは泣きます。泣いた、泣かない理由、泣いた場合はその作品のタイトルを教えてください。最近だと1リットルの涙で泣きました。普段から YouTube はよく見ますか？たまに見ます。でご自身は犬か猫でいうとどちらだと思いますか？その理由があれば教えてください。まあ、犬です。理由は犬が好きだからです。ご自宅で犬の、チェルロちゃんを飼われてたということなのですが、
ベストショットがあれば見せてください。今携帯ないんで、あの今度見せます。犬のチロルちゃんは、犬の種類は何ですか？トイプードルです。チロルという名前の由来は何ですか？本当に買った当初は、飼い始めた当初は本当にチョコみたいな色してたんで、チロルチョコからチロルにしました。得意なこと、苦手なことがあれば教えてください。チロルですか？いや、もう別に。あ、僕なんですね。得意なことは、運動が好きなんで、結構どんなスポーツでもやります。苦手なことは楽器が苦手です。趣味は何かありますか？趣味は、今は、よく家で過ごすことが多いので、ドラマだったり映画をよく見てます。相撲以外に好きなスポーツありますか？ほぼ好きなんですけど、中でも卓球が好きです。追手風部屋で言うと、大栄翔関が、他に、卓球が得意な人が何人かいると思うんですけど、誰と対戦してこいつには勝てないなと思う人いますか？部屋の中だったら絶対自分が一番上手いと思うんで、特に対戦したいというも言いませんけど、はい、絶対自分が一番上手いと思います。いつから力士を目指したんですか？自分は小学校1年生から相撲をやってたんですけども、本格的に目指そうと思ったのは本当高校入ってからです。子供の頃の将来の夢、力士以外になってみたかった職業はありますか？そうですね、本当ずっと昔から子供の頃から相撲やってたので、常に力士を目指してたんですけども、しこ名の由来を教えてください。親方と相談して決めたんですけども、親方の大将、山関の大将をいただいて、あとは僕は出身高校は埼玉の境高校なので、埼玉の境高校の山田先生とも相談して、境の文字をいただきました。回しの色にこだわりはありますか？その新十両から今のような色なので、赤、朱色が好きです。好きなタイプの女性はどういった女性がタイプですか？好きなタイプの女性は笑顔が素敵な優しい女性です。土俵上でここを見てほしいというところありますか？自分は突き押し相撲なので、やっぱり自分の突き押しを見てもらいたいと思っております。今後対戦してみたいという力士はいますか？自分も結構もう若くないので、どんどん若い力士が上がってくると思うんですけども、それ負けないように安全にやってみたいと思います。今後の目標は何ですか？今後もやっぱり今は三役に戻ることが目標ですけども、上を目指して、常に上を目指してやっていきたいと思います。そしてご自身のグラフを作るとしたらどんな感じですか？今はこんな感じです。これから力士を目指す子どもたちにメッセージをお願いします。相撲をやってる子も、やってない子もやっぱり、相撲という、競技は礼儀作法が大事ですし、すごい学べることもたくさんあるので、力士目指してる子も本当にこれから頑張ってもらいたいと思いますし、自分も目指してもらえるような相撲を取って、これからも頑張っていくので、
出してください。最後に、飛猿関は猿という浮きというポーズがあったり、釣り匠桃太郎関は、桃の形をして桃というポーズがあったり、大栄翔関は何かポーズがあったらお願いします。自分はそういうポーズはないので、相撲を見ながらないと思います。真面目でした。ありがとうございました。得意なこと、苦手なことがあれば教えてください。苦手なことは楽器が苦手です。ジングルベルやめてもらっていいですか。集中してるんで。走れそれよかなんて。走れそれ